スノーマンのメグロレンがスタッフと共に新作ドラマ海の始まりのヒット祈願に訪れたとの報告が入りました。このドラマは視聴者を壮大な海の世界へ誘う物語であり、彼らの訪問はそのスケールと期待以下を象徴しています。メグロレンは彼の個性あふれる演技でファンの心を掴んでおり、その魅力的な存在感は今やドラマや 映画の世界で不可欠な存在となっています。彼が新作ドラマのヒット祈願に参加することで、ファンたちはさらに期待を高め、物語の興奮が高まっています。海の始まりは、視聴者に感動と冒険をもたらす壮大な物語です。このドラマは、海の謎に満ちた世界を背景に、人々の情熱、友情、そして愛を描きます。 メグロレンがこの物語に参加することで物語の深みと興奮がさらに増すことは間違いありません。彼のファンたちはメグロレンの新たな挑戦に期待と興奮を募らせています。彼が海の始まりでどのような役柄を演じどのような魅力を見せるのかファンたちは今から楽しみにしています。メグロレンとスタッフがヒット祈願に訪れたことで ドラマの興奮がより一層高まりました。彼らの力強いメッセージとともに、海の始まりは視聴者の心を捉え、忘れられない冒険へと誘います。メグロレムのファンたちは、彼の新たな挑戦に期待と興奮を募らせています。彼が、新ドラマ、海の始まりで、どのような役柄を演じ、どのような魅力を見せるのか、ファンたちは、今から楽しみにしています。 海の始まりの興奮は、メグロレンとスタッフがヒット祈願に訪れたことでさらに高まりました。彼らの力強いメッセージが視聴者の心を捉え忘れられない冒険へと誘います。この新しいドラマは期待を裏切ることなく視聴者に驚きと感動を与えることでしょう。メグロレンは演技の幅広さと深い表現力で知られています。彼が海の始まりで、 どのような役柄を演じるのかはまだ明らかにされていませんが彼のファンたちは彼がどんな新たな一面を見せてくれるのかワクワクしています彼の存在感と魅力がこのドラマに新たな息吹を与えることは間違いありません海の始まりは視聴者にとって待ちに待った冒険への招待状ですこのドラマは目黒蓮の出演に加えて優れたストーリーテリングと 見事な映像美で注目されています。視聴者は現実を超えた世界への旅を楽しみ、メグロレンと共に感動の旅に出ることができます。メグロレンのファンたちは彼が新たな挑戦に臨む姿に感銘を受けています。彼のキャリアに新たな節目をもたらす海の始まりは彼のファンたちにとって待ちに待った出来事です。彼らは彼の演技の素晴らしさと このドラマがもたらす感動に期待を寄せています。ドラマ、海の始まりは、メグロレンのファンたちだけでなく、ドラマファン全体にとっても注目すべき作品です。彼の新たな挑戦と、物語の奥深さが結びついた、この作品は、視聴者に感動と興奮をもたらすことでしょう。スノーマン、メグロレンが、7月スタートの月9ドラマ、海の始まりフジテレビ系で主演を務めることが、 発表された。放送は2024年7月スタート毎週月21時から21時54分。メグロは同ドラマで父親役に初挑戦するようだ。主人公のを演じるメグロにとってフジテレビ系ドラマへの出演はサイレント2022年10月期フジテレビ系以来約2年ぶりとなる。メグロは スノーマンのメンバーとして2020年に CD デビューし、同年に発表した作品を対象とした、第35回日本ゴールドディスク大賞では、ベスト5ニューアーティストを、はじめ計7巻を受賞するなど、デビュー時から大きな注目を浴びた。音楽のみならず現代のエンターテインメント界を、牽引する、アイドルグループの一員として活躍するメグロは、音楽活動だけでなく、協情。 つう2021年、フジテレビ系での演技が話題になったほか、第46回日本アカデミー賞にて、優秀女演団優勝と新人賞を受賞した映画、ガツの道かけをはじめ、数々の作品で、難しい役どころも見事に演じ分けるなど、今最も勢いに乗る、注目の若手俳優の一人。特に、サイレントは、その繊細で丁寧な演技力が話題を呼び、 俳優としての評価を高める大きなきっかけとなる作品でもあった。本作では再びそのサイレントチームとタッグを組むことになるようだ。気になる相手役は、そんなサイレントのスタッフが再集結するということで、ネットでは再タッグは嬉しすぎるなどと早くも期待の声が相次いでいるが、目黒の相手役についてはまだ公式発表はされていない。 3月配信のピンズバニュースで、メグロ主演の夏ドラマのヒロイン役について、有村霞が起用される可能性があると報じている。まだ有村の出演が確定したわけではないが、有村といえば13年に、ヘイ、セイ、ジャンプの元メンバー、岡本慶人と、そして昨年は、キングプリンス、高橋海人との熱愛がそれぞれ発覚。また、 メグロとは22年公開の映画、ガツの道かけで共演し、濃厚なラブシーンを演じるなどしていることで、一部の旧、ジャニファンは、有村との共演疑惑について、歓迎の声はあまり聞こえてこないようだ。ネットの声。メグロいまだ病オと、有村霞を指名してない毎回同じ女優としか仕事しないの不気味。 有村架純と富士テレビって嫌な予感しかしないの草。うわぁ、すっごい嫌だ。もうええって、今度桜か、有村架純の二択なのか目黒蓮見たいけど、有村架純は見たくない。一回共演した人とじゃないと、もうダメなの目黒蓮、海の始まりで、月9初主演。うぶかたみく、風間大樹村世間の、サイレントチームが集結。 親とこのつながりを通して描く愛の物語主人公は月岡夏月岡夏目黒蓮大学時代にふとしたきっかけで付き合うようになった同級生南雲水木ぐも水木と幸せな日々を送っていましたしかし就職活動を迎えようとしていたある日突然彼女から別れを切り出されそのまま二人は別れることにそれから7年が経ち 新しい人生を歩んでいた夏でしたが、大学時代の友人からの連絡で、水木が亡くなったことを知ります。別れを告げられて以来、一度も会うことがなかったこともあり、実感が湧かないまま葬式へと向かった夏は、そこで海海、泉谷星名という名の幼い女の子と出会います。その女の子が、水木の子供だと知った夏は驚きを隠せず、水木の母親から、自分が、 海の父親だと聞かされます。水木が自分の知らないところで自分との間にできた子供を産み何も言わずにその子を育てていたと知った夏は水木と海が過ごした7年という月日に思いを馳せ。そんな今作において一つの大きなテーマとなるのが親子の愛。自分の子供が7年間生きていることもこれまでどう生きてきたかも知らなかった夏と 突然自分の人生に現れた海との関係や、亡くなった水木と娘の母とこの関係など、登場する人物たちの中にある、親と子の間に生まれる感情をリアルに、丁寧に描きます。目黒蓮、フジテレビの連ドラ初主演作品が月9、ある日、自分と血のつながった娘がいることを知り、目黒さんは、今作が、フジテレビドラマ初主演。 都内の印刷会社で働く28歳の青年、月岡夏を演じます。3歳の時に、両親は離婚し、母親に引き取られた過去が、その後、母親が再婚したことで、血の繋がっていない父親と、3歳下の弟がいます。夏は、高校を卒業後、都内の大学へ、その大学の新入生歓迎会の場で、水木と出会います。最初は、 話す言葉や考え方から変な子だなぁと思っていましたが、そのペースが心地よく、自然と距離が縮まっていったことで、水木と付き合うように。しかし、二年生の冬、水木から一方的に別れを告げられます。その後、大学も辞めてしまった水木と会うこともなく卒業し、そのまま就職。今も、大学時代と変わらず同じアパートに住んでいます。うーんが、 口癖の夏は、その曖昧な返事に対して、うんと、うーんの間みたいな返事やめれると、冗談で突っ込まれることも。また、めんどくさいことや、頭を使うことなどを避けるようにして生きてきた部分があり、特に大きな挫折を経験したこともありません。そんな夏が、別れて、以来、7年もの間会うことがなかった水木の死を、きっかけに、 自分と血のつながった娘の存在を知ることになり、タイトルにもある、貝の名を持つ女の子役に、期待の新聖泉谷星が大好きだったママを突然失い、そのママが大好きだった人と出会うことになった6歳の女の子、海。海は、夏と水木との間に生まれるも、父親の存在を知らないまま育ってきました。そんなある日、大好きだったママが亡くなり、 その葬儀の場で参列していた夏と出会います。最初は言葉を交わすことがなかった二人でしたが、その後、ロビーのベンチに一人で座っていた海のところに夏がやってきて。海を演じるのは泉谷星名さん。これまでに多数のドラマや CM、雑誌などに出演。あたりのキッチン。2023年、東海テレビ、富士テレビ系や、 厨房のアリス2024年、日本テレビなど、主人公の幼少期役を見事に演じ、存在感と表現力を合わせ持つ、期待の新星です。木曜劇場、一番好きな花2023年、フジテレビ系では、4人の主人公のうち、幼い頃からの思い出に縛られ、悩みを抱えてしまう、みゆきおよいまだび桜の幼少期を公演したことが、話題に。 今回の役は物語のタイトルにも入っている海という名を持つ重要な役どころということもあり制作チームは全国津々浦々まで声をかけ何時にもわたるオーディションを観光し決定しました本作の脚本を務めるのはサイレントで鮮烈な脚本家デビューを果たしたうぶかたみくさんうぶかたさんは2021年に 第33回フジテレビヤングシナリオ大賞で大賞を受賞。若手脚本家の登竜門とも呼ばれるそのコンクールで大賞に輝いた作品、踊り場にて2021年、フジテレビはドラマ化され、その世界観の繊細さとセリフの浸透力が見る者の,の心をつかみました。2022年には、その才能に惚れ込んだ村瀬健プロデューサーにより、木曜劇場、 サイレントを手掛けてデビュー。さらに、昨年秋には村瀬 P とのタッグ2作品目となる、木曜劇場、一番好きな花で、4人の男女による友情の物語を見事に表現。ウブカタさんにとって3作品目となる本作で描くのは、親子の物語。村瀬 P も、ウブカタさんと一緒に描きたいと思っていた一番のテーマが、 今回の親子の物語ですと期待を寄せています。演出は、木曜劇場、サイレントの風間大樹監督と、今作が3作連続でのウブカタ作品となり、その世界観を知る高野舞監督、そして、一番好きな花で、ウブカタ作品に初めて触れ、その言葉を見事に映像に落とし込んだジョン・ウンヒ監督。また、本作の音楽を担当するのは、サイレント。 一番好きな花と産方作品を彩ってきた作曲家、徳田正宏さん。村瀬プロデューサーとのコンビでは、2016年の月9ドラマ、いつかこの恋を思い出して、きっと泣いてしまうも手がけています。物語に登場する一人一人の人生に丁寧に寄り添いながら作品を作り上げることができるメンバーが再集結します。 夏と海が海辺で心を通わせようとしているキービジュアルも公開。さらにキービジュアルも公開されました。夏と海が覗かせるそれぞれの表情と美しい海岸線。組み交わされているであろう言葉と二人の間に流れる時間が日常の一ページのようでもあり、この物語が表現しようとしている尊く特別な瞬間にも見える一枚に仕上がっています。 手掛けたのは、サイレントでもビジュアルを担当した、キラススム太郎さん。キラさんは、これまで、シャーロック2019年、フジテレビや大河ドラマ、鎌倉殿の13人2022年、NHK といった話題作などを担当したほか、映画、キングダム2019年をはじめ、映画、東京リベンジャーズ2021年、映画、キャラクター2021年、映画、 マスカレードナイト2021年といった数多くの話題作のキーアートを次々と世に送り出してきました。海の始まりは7月スタート。毎週月曜21時より富士テレビで放送されます。